ミスター M さん、 YouTube 開設1周年もうすぐですね。おめでとうございます。そしてお疲れ様です。 YouTube を始めた頃はお互いなんですけども、1年間ねこういう風なやり取りが続くなんて、まあ想像もしなかったですよね。まあできなかっただろうっていうことじゃないですよ。まあ1年後どうなってるかっていうのをあまり考えずに、その日その日にコミットしてきたっていう風な思いがお互いするんですよね。私もプランクを2分間継続して2ヶ月やることができましたし、それからねやっぱり全体的に食生活っていうのはミスター M さんによって私は変わりました。当然ですけども、私ねミスター M さんを最初見た時に、筋トレ本当にできるのかなと、本当にマッチョになれるのかなってミスター M さんの言葉通りに興味がすごく出ましたよね。この100キロを超えた方がどのぐらい体を絞ってね、どのぐらい理想的な体型に近づけるのか、そして私は体重が、まあ、90キロもないんですけども、私もね負けてたまるかって気持ちになりました。ということで一緒に走ってきたような気がしますね。そして1年経ってみるとミスター M さんはね、私なんかと違ってもう見違えるようにご自身の体格を変えられて自分の人生を変えたと思うんですよ。同時にミスター M さんには多くのファンがこの1年できました。単純に再生回数が増えたってことだけではなくて、ミスター M さんを強く意識してねプレゼントを送ってくれるような、そんなね仲間までできましたよね。みんながみんな筋トレしてるわけではないと思いますけども、健康に関する問題っていうのは一人一人それぞれがね強く認識してると思うんですよ。だからこそミスター M さんの頑張りにものすごく心突き動かされて、ミスター M さんのファンになってくれたんだと思うんですよね。まあそこにですね、私も少しお手伝いができて非常に嬉しいなと思いますし、これからミスター M さんがまた新しい展開を、ね、見せていく中で、私自身もね刺激されて、育っていきたいなと思うばかりでございます。まあ筋トレとかね、こういった健康面に関しましては、私はミスター M さんが一番の先生だと思ってますんで、これからもね良きパートナーとして歩んでいけたらと思います。それではね、プレゼントミスター M さんに贈れることを非常にね楽しみにしてます。これからねじっくり何にしようかなと思いますんで、場合によってはクリスマスプレゼントになるかもしれませんけども、まあでも楽しみに待っておいてください。いや非常にね今回ね、まあ山根さんのズームライブを通じて改めてね、私は YouTube をやりましょうって呼びかけてきて正解だったなと思います。いや、きっちりとねついてきてくださった方、そしてこれはね収益化とか、今度はその YouTube を通じて収入を得たいなっていうところも、まあ皆さんそれぞれあると思いますんで、そこに対してもね、これから寄り添っていければなと思っております。まあ速稼塾に来てくださって本当に良かったと感じていただける人をまた一人ね増やせたらなと思いますんで、ミスター M さんもますます頑張っていきましょうね。一緒に走っていきましょう。それでは。